久保さんみんなどこ行っちゃったんですかねまあ相変わらず僕と久保さんは YouTube にいますけど <laughs> ね、相変わらず、相変わらず YouTube にいますね。うん、どうしようかな。うん、さっきブログ書いてたんですけど、3記事ぐらいもう書いちゃって、まあ今から買い物していこうかなと思うんですけど。 まあ、買い物する前にこの動画も作ってアップしとこうかなと思うんですけど、終わらせるっすかね今回終わらせると。みんななんかその、やろうやろうとしてるじゃないですか。でもやろう、今度やろうとかね。明日やろうとかね。まあ、あ明日やろうはバカ野郎みたいな言葉もありますけど、なんかね、やろうとしてるんですよ。いや、やろうは別に悪いことじゃないんですけど、やるんじゃなくて終わらせるんですよ。ね。終わらせるんです。 これね、結構ね、僕大事なマインドセットの一つとしてあるんですけど、とにかく終わらせるってことですね、すべてを。すべてを終わらせる。だから、例えば、お金を稼ぐ行為を終わらせるっていう発想ありますまあ、僕はあるんですけど、例えば、あのもう5億円ぐらい稼いじゃえば、もうお金稼ぐことないなっていう。このさっきね、僕、あの島田紳介さんが、あの宮迫さん。 宮迫さん、なんか急上昇トレンドになってたんですけど、宮迫さんと島田晋介さんが音声対談してたんですよ。で、島田晋介さんも65になったのかな。で、もう、もう毎日ゴルフ三昧。ってか、毎日なんか、まあ、自分の好きなことしかやってない。要は、お金を稼ぐっていう行為を終わらしてるんですよね。もう圧倒的な資金量ですよね。だからもう、人生死ぬ,前死ぬまで、自分のやりたいことしかしない。 だからその宮坂さんが YouTube 出てくださいよって、俺は絶対出んへんっつってね <laughs>。まあ音声は出てましたけど、久しぶりにね、島田紳介さんの音声聞きましたけど、相変わらずですね、島田紳介さんは出,出なくなってから何年経つんだ島田紳介。芸能界引退してから何年っすかね。芸能界引退したのがいつだ引退。 うん、多分もう十何年経つんじゃないですか。あっという間で。芸能界一体。あ、もう9年。もう10年ですね。今2021年なんで、10年ですね。うん。うん。もう10年っすよ、島田紳介さん。もうあともう余生まで。 自由に生きてるで、生きるでしょうね <laughs>。だからお金を稼ぐっていうのも終わらすっていうのも、僕はもうイメージしてるんですけど、もう終わらしちゃう。うん。ただ、情報発信はね、ずっと続けるますけど、動画に関しては続けるけども、まあ、その商品もね、ガンガンセールするとかも終わらせたいんです、早く。まあ、あと1年、2年ぐらいは、40歳まではもうガンガンセールしますけど、それももう終わらせる。だからもう久保さんみたいなスタイルですよね。 まあ全くセールスしないけども入りたい人はお手製が来るみたいな状態まで持っていく、うん、だからセールスしなくても勝手に売れていく、うんまあ、もしくは1年に1回セールするとかね <laughs> もうそれぐらいのもうスピード感覚に落としたいんでその前に終わらせるっていうだからそのためにはある程度の資産だったりとか資金だったりとか全部必要なわけですよそ,そ,それを成し遂げるためには資産と資金が必要なんですよね安定的な うんなんだ。僕だったらネットビジネスやってるんで、安定的なアクセスですよね。安定的なアクセスがあれば、僕はコンテンツ販売できますんで。うん。だから、あのー、なんだろうな。まあ、あと YouTube の広告収入に関しては、まあ、今のやり方だと、まあ、時間かかりますけどね、もうちょっと。うんだまあ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 、結論、コンテンツ販売しなくても、資金量あれば、別にコンテンツ売らなくてもいいわけなんで。 ね、久保さんも別にそのネットビジネスのコンテンツ販売が100%の収益増ではないじゃないですか、ネットワークからも毎月課金入ってると思いますし、僕はもうコンテンツ販売しか今、資金の、えー、キャッシュポイントがないので、あのそこをしっかりと、そこでしっかりと大きいキャッシュ作っていくっていうところと、まあ、あとはまあ投資からの運用で40歳からやっていくとか、だからそれは徐々に変化していきますけど、なんか終わらせるっていうのがね、本当大事だと思います。 なんかそのもう一生働く必要性ないんですよ。だって一生働く理由って何すかまあ一生働くというか、なんだろうな。サラリーマンとして6定年まで働く理由って何があるんですか定年まで働く理由は何があるんですかそれは、今月生きていくための家賃を払う。今月生きていくためのただ飯代を稼いでるだけじゃないですか。もうシンプルに言っちゃうと。まああとね、あのー、なんだ 老後のこととかもあるかもしれないですけど。まあ、シンプルにそんなもんじゃないですか。じゃ、10億円あったら今の会社は働いてます毎日。絶対働いてないですよ。10億円あって。満員電車に乗りますかコロナウイルスが蔓延してる中、10億円の貯金があって満員電車乗ります東京で働きますか ?10 億円あって。多分、そんな選択をする人はまずいないですよね。 コロナウイルス蔓延してるのに、まあ、東京もだいぶ落ち着いてきたかもしれないですけど、多分ね、満員電車に乗るっていう行為は多分しないと思いますよ、10億貯金あって。うんだって、障害賃金が2、3億じゃないですか。と,ということは、2、3億あれば生きていけるわけじゃないですか、普通に生活して。僕は5億円って決めてるんですけど、5億あったらまあまあ大丈夫かなと思ってるんですけど、まあ、10億いらないですね。だから5億です、僕の場合は。5億あれば、まあまあ死ぬまでなんとかなるなっていう。 そこは、うん、だからお金を稼ぐという行為をもう卒業する、終わらせる。うん、だから、それを、はい、どの段階でやるのかってことですよね。でこれ、島田晋介さんが言ってたんですけど、もう絶対戻りたくないと。で、なんで戻りたくないかっていう話で、344日下痢してたと。 いうことを、ね、その宮坂さんとのりあえずなんかね、ベトナム戦争にね、また戻る、戻る、戻りたいかみたいな <laughs> 例え話してたんですけど、まあ相当きつかったらしいですよね。あそりゃそうですよね、あんだけそのメインのね、視界というか、メインの、あれじゃないですか、プレッシャーだったりとか、いろいろあったと思いますよ。メイン番組、めちゃめちゃ持ってたわけですから、相当精神的に疲れたと思いますよ。 うん、だけど、その分、まああのー、お金はね、もうめちゃくちゃ稼いじゃったから、後の人生、もうよりよく緩やかにやっていくって話ですよね。うん、だから、まああのー、辛い思いしても、早く稼いじゃった方が、僕はいいんじゃないかなと思います。しんどい思いし,し,んどい思いしようが、何しようが、もう早くそのお金を稼ぐっていうレッラットレースから抜け出すっていうのが、いいんじゃないかなっていう。 まで人生限られてますからね。うんらそれを明確的にイメージできるかどうか、明確的に意識しているかどうか、お金を稼ぐという行為を早く終わらすというのを意識的にやっているのかというのが大事ですね。言ってらっしゃい。